ギレスン県は、トルコ北部、国会海岸線、国会地方の県。西から、トラブゾン、ギュミュシュハーネ、エルズインジャン、スイバス、オルドの各県と接している。県とはギレスン。ギレスンは、農業を多く行っていて、丘陵地が多く、自然が豊かで美しい。国会海岸沿いの低地地帯は、トルコ最大のヘーゼルナッツの生産地となっており、ギレスンの フォークソングでは、あなたが隣にいなければ、ヘーゼルナッツが喉を通らないと歌われているくらいに、一般的である。その他にもヘーゼルナッツの木の下で射殺された恋人の歌などがある。山地地帯は、森と牧草地になっており、近くでは、銅、亜鉛、鉄などが降参されている。山岳地帯の村同士は、離れており道も細く、その他のインフラも進んでいない。 農業を行うには、給料地は急勾配であるため、小麦が作れない場合はトウモロコシを作っており、コーンブレッドは伝統的な食品である。このような給料地での生活は非常に大変であるために、人々はトルコの大きな都市や外国へ仕事を探しに去ることも多い。気候は国会海岸に多く見られるものと同様に非常に高湿度。植物省にはトルコ語で、 タフランと呼ばれるビルベリーも見られる人口密度が低いために木工はギレスンで一般的な手工芸である。都市に独特の木工は格入器、キュレック、スプーンなどである。また都市では古くから旗織りがなされている。ウール、リネイとマレリアルは手動の織り機で布にされ、この地方の衣類、ショルダーバッグ、バッグなどになっている。 強い糸と網糸の多くは手織りで作られる。独特の食べ物はコーンスープ、キャベツスープ、肉詰めキャベツ、黒キャベツ、アンチョビピラフ、キャベツピラフ、ケイガーナ、カイマックなどである観光に良い山岳部の牧草地帯がデレリにあり、軽登山などが楽しめる。また、デレリでは年に一度の夏、民族祭りが行われている。 アフメトカヤの歌舞県はこの県の地元の山賊のバラードである。ありがとうございます。